マテバ。マテバは2005年まで存在したイタリアの食品機器メーカー、重機メーカー、同社が展開していた重機の製造、販売ブランドでもある。当項目では主に重機メーカーとしての視点から記述する。イタリアのパビーアにおいて20世紀中盤より主にパスタ製造用のコンネリ機器を手掛けたが、修行の食品機器製造よりも 副業の銃器製造部門で著名で、設計主任のエミリオ・ギゾーニの設計した独自の機構を持つ回転式拳銃の開発、製造元として知られる。銃器メーカーとしては主に回転式拳銃を設計、製造し、他にアメリカ製の自動拳銃やポンプアクションライフルのクローンモデルの製造もいった。マテバ社はイタリア、パビーアの小規模な食品機器製造工場として、 創業され、創業者の偽造に、ギソニー、ファーストネーム不明が1956年に死去すると、息子のエミリオ・ギゾーニが大学を中退して、事業を引き継ぎ、銃、特に競技用の高精度拳銃の設計に強い、興味を持っていたエミリオは、1970年代には、本格的に競技用拳銃の設計を手掛け、銃器製造部門を創設して、拳銃の設計、製造を始めた。以後 1977年、1980年節も、ありに最初の製品である MT1 を発表。続いて1983年には、独創的な機構を持つ回転式拳銃、MTR8。さらに1985年には、重心が従来の回転式拳銃とは逆に位置する MTR6 を発表し、特異的かつ独創的な設計の拳銃を発売する。 メーカーとして知られるようになった。その独創的な製品では知られるものの、マテバ社自体は、会社の規模が小さいために、資本力に乏しく、いずれの製品もセールス的には成功しなかったため、重機製造部門の継続は困難であったが、1990年代の初めに、ドイツの投資家が関心を示し、大規模な出資を行って、マテバ社と提携し、 この資金をもとに1996年には回転式拳銃でありながら半導式の連射機能を持つという得意な製品である62以下を発表し北米市場を主眼とした販売戦略が取られてアメリカで人気を博したが62以下も実用性に問題がないとは言えず期待されたほどの利益が上がらなかった1990年代の末にはエミリオは ドイツの投資家との仲介を担っているビジネスパートナーであり、マテバの商標権と、各製品の製造権、および資産管理権を所有しているイタリアのセルを、もったのに、マテバ社の株式を売却し、自らは、ザ・マという小さな会社を設立して、自らのデザインの権利と特許権、ミリオはアメリカに特許権を保有していたを管理するとともに、構想中の回転式拳銃を製造してくれる。 会社を探す傍ら、他社の開発したモデルの設計を引き継いで発展させるという形ながら、これまでは手掛けてこなかった自動式拳銃の開発、製造を行い、さらにコルト社の M1911、コルトガバメントやコルトライトニングポンプアクションライフルのローンモデルを製造するなどして、銃器製造部門の立て直しを図ったが、いずれも売上はかんばしくなく、 本業の食品機器製造部門の不振もあり、2005年、マテバ社のゼネラルマネージャーを務めており、セルジオ・モッタナの死によって、財産権を継承した息子のバレンティノ・モッタナは、マテバ社を生産することを決定した。これによりマテバ社は消滅し、マテバの商標権と、各製品の製造権を継承する企業や、個人もなかったため、会社名としてのマテバの名は残らず、 各製品の製造が継続されることもなかった。しかし、エミリオを筆頭とする重機製造部門のスタッフは、イタリアの重機メーカーである、チアッパ社、アーミー、スポーツでチアッパに移り、以後も重機の開発を継続している。2014年には、モンテベルーナにて事業を再開。2006M や62以下といったかつての自社商品のほか、 AR-15 や G36 のクローン、ハンティング用ライフルなどを製造、販売している。マテバ社が最初に発売した射撃競技用自動式拳銃、22口径ロングライフル弾、22LR 使用、38スペシャル弾を使用する射撃競技用回転式拳銃、8連発の回転式だが回転式拳銃の後部に、 自動式拳銃の撃発機構を合体させた独自の機構を持ち、引き金を引くだけで連発できるダブルアクション機構の他に手動連発のための相談レバーを持ち、シングルアクションによる射撃も可能である。重い回転式弾層が銃の前半分にある構造から構えた際のバランスが非常に悪いものとなり、安定して構えることが難しいものとなった上、ダブルアクションでは、 引き金が重いが、シングアクションで連発するには、手間がかかり、連射速度が低い、といった問題点があり、少数の生産に終わった。MTR-8 を超重心にして、重傷と先代を装着した、カービンモデルも発売されており、の2種類が、少数ながら生産された。MTR-8 シリーズとして、実際に発売されたのは、38スペシャル弾を使用する、 拳銃モデルの MTR-8 とカービンモデルである MTR-C8 よび超重心カービンモデルの MTR-C8 リットルのだが以下の357マグナム弾使用モデルや使用弾を変更し弾装を大型化して装弾数を増加させたモデル各種が試作構想されていた MTR-8 の反省を踏まえて開発された 38スペシャル弾仕様の回転式拳銃。全体の構成は通常の回転式拳銃と同じだが重心が回転式弾倉、シリンダーの下方側にあるという独自の構造を持つ。357マグナム弾仕様に変更された MTR6 プラス6の製品型。MTR6、6プラス6とはトリガーの形式が異なる。 2006M の発展型として設計された半自動式回転式拳銃。マテバオートリボルバーと通称される。上記4種はいずれもコルト M1911 もしくはその派生型のクローンモデルで2000年から2001年にかけて発売された。各モデルとも 9X21mm IMI 弾、40S&W 弾、 45ACP 弾の4種類の光景のバリエーションがラインナップされていた。白を正し修作の漫画及びそれを原作としたアニメーション作品広角機動隊シリーズにはメインキャラクターの一人、トグサの愛用する回転式拳銃として複数の種類のマテバが登場する。それらはいずれもマテバ社の製造した拳銃という設定だが、 2006M と62カを元としながらも、実際には存在しないオリジナルデザインのものが登場する。シリーズのうち、広角機動タイアライズには62カがそのまま登場した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。